このままでは中にいる方々が心配です。でもこれ以上先に行けないよ。外からだとこの結界は越えられないみたい。せめて中から道をつなげてくれたら。あのお二人、カムナギのお二人ならば。ウルル、サラナ、私たち二人では無理。封印にはさらなる力が必要です。仕方がない、道をつなげる。オンカミエリーを頼るのは不本意ではありますが、主様のため調停者を招きます。オンカミエリーだ、調停者よ、我らが求めに応えたまえ。二人のカムナギを感謝いたします。主様のため、それが主様のご意志です。調停者よ、今こそその役目を果たせ。仰せのままに歌われるものよ。神よ、わかってる。これが調停者たる神のお役目だから。ご昇覧あれ。我らオンカミヤム会のカムナギ、再びその使命を果たさんことを。なんという力、あの時にも。支える。私たちの力をお貸しします。あなた方は封印に集中してください。お姉様、今なら。ごめんね、本当にごめんね。ダメなの、お父様はここに出てきてはいけないのだから。おやすみなさい、お父様。オン・ディアーク。帰ってきたんだ。私、またみんなと一緒にいられるんだ。ありがとう、ハク。私はもう過去にとらわれたりしない。前を向いて生きていく。あなたと一緒に。我らが新しき御神が今ここに降臨なされました。願わくばこの地より我らを常しえに見そなわされんこと。ミチャルネ・ミテアは封印された。再び姿を現したハクはクオンを仲間たちに託し、そして再び姿を消した。時が経った。戦乱の傷は徐々に癒え、世界は日常を取り戻していった。
ヤマトの王ロアンジュとドゥスクル王クオンは両国の平和協定を宣言。二人の白オロの名において太平の世がここになった。その後、かつての仲間たちはそれぞれの方法で白を探している。クオンもその一人としてかつての縁あるクジュウリの宿屋へ滞在していた。そんな折、宿のおかみが村に伝わる真白様の話を聞かせてくれた。嘆く人のところにどこからともなく真っ白い人が現れて救いの手を差し伸べてくれるという真白様。愛のないおとぎ話に触れ、クオンはふと白のことを思うのだった。ここでなら白に会えるかもしれないってつい足を向けちゃったけど、真白様か。まさかね。起きろ、起きろ。起きろ、クオン。こんなところで寝たら風邪をひくぞ。え、ハク。おいおい、なんだ、お化けでも見るような顔して。なんだはないよ。突然いなくなって。ねえ、今までどこにいたの？どうしてそばにいてくれなかったの？ずっと探してた。いっぱいいっぱい探してたかな、ハク。何を言ってるんだ。自分はずっといつもお前の隣にいただろうに。え？そっか、すまないな、寂しい思いをさせたか。みんなもね、ハクに会いたがってた。みんなそれぞれの場所で頑張ってて、ヤマトは少しずつ復興してきてる。都だってまだ元通りとはいかないけど、だいぶあの頃の活気が戻ってきたかな。ハクが帰ってきたって知ったらみんな喜ぶよ。そうだ、一緒に白楼閣へ帰ろう。みんなにも声をかけて。ハック、なんだろう、なんか変かな、体が動かないよ。ねえハック。ちょっと借りてくぞ。やっぱこれがないと手元が寂しくてな。ちゃったん。ハク、ハクはどこ？
っぱり来てくれたんだ、ハク。やっと追いついた。今度はもう逃がさないかな。静かに